カレンです。こんにちは。平日 OL、週末温泉アイドル、市川美翼です。この度、なんと、なんだっけ、温泉ソムリエの資格取りました。まだ行かせてないんですが、ちょっと今回の温泉から行かせてみようと思います。パンティアもちょっと本腰入れて始めたのと、あと秘湯女子チャンネルもぜひぜひよろしくお願いします。どうも、こんにちは。若菜です。今はファッションデザイナーやりながらゲーム実況とかして温泉アイドルもやってます。ファンクラブもあるのでよかったら概要欄から遊びに来てくださいね。今日は私の地元が神奈川の平塚っていうところなんですけど、すごいね近いところにこんな素晴らしい温泉があるとは知らなかったので、すごくね有意義な時間を過ごせました。皆さんもぜひ遊びに来てください。皆さんこんにちは。カレンの世界へようこそ。新人の日比谷カレンです。元テーマパークキャストのカレンです。ちょっとこれ撮影2回目なんですけど、今日はちょっと鎌倉の稲村ヶ崎温泉に来ました。ちょっと今日はこの後もナイトイルミネーションも行くんですが、すごい楽しみです。この後来月からもファンティアでどんどん毎日投稿頑張っていきますし、人差し時間も出るのでぜひそちらもチェックしてみてください。貸し切り風呂全部で6個ぐらいあったね。5、6個あったよね。そのうちの1個に入ってます。金山の湯、金山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 の湯、金山の湯、
金座入っております。これ見てください上、ドローンで撮られたらおしまいです。さっきわかったさました。でもやっぱりね、販路店みたいな感じになってる方が、うん、ね、温泉的な感じでね、うん、いいよね、うん、でも今思ったけど、ここで海が見えちゃったら、うん、多分、ちょっと歩道近かったから、そうそうそう、多分それがあるんだろうね、うんうん、なるほど。すぐ本当に海だったら人は見えてこないけど、そうそう、間に道があるから多分その間の道の人がそう私たちの裸体をね、ガン見えるとあらわに、そうそうそう、お見苦しいものを対策ということでね、逆サッカーみたいな、見せてくスタイル見ちゃってね、ブーだな、ブーだな、なんといってもこの色、うん、色は無臭だね、色は無臭です、しょっぱくない、うん、なんか海の近くってしょっぱいイメージあるけど、そっかそっか、しょっぱくない、びっくりした、裸に出れる勇気がすごいなと思いました。でも私も出ちゃう、それが洗濯物を取るときに裸で、だってお風呂上がりにタオルないってなったときに、そうそうそう、洗濯物を取るね、あるよね、そう、いや、さすがに確認する、一応確認する、今ヘクターなんで、いやいや、でも誰か見てるかもしれないし、ドローンがいるかもしれないし、さすがにね、パジャマどんなダサいのにも一枚はてるけど、いいですね、そのお二人のメタ、全然全然メタね、勇気がありますけど、今日は鎌倉の黄金の湯稲村ヶ崎温泉にやってきました。すごく暖かくて、もうね、冬には温泉ですね、やっぱりね、たまら、うん、で、まあ、残念ながら海はね、見ながらで入れなかったんですけど、海もすっごく近くてすごくいいロケーションの温泉なので、ぜひ遊びに来てください。はい、そしてなんとサウナもあるので、うん、そう、なんとね、サウナで寝れるぐらい、翼ちゃんが寝れるぐらいゆっくりできるね、ところなので、ね、実は、はい、陽気です、陽気です、実は、ここにサウナがある。サウナ、オーバーリアクションありがとうございます。さっきお二人入ってたんですけれども、うん、なんかめちゃくちゃ新しい感じなんで、キュン感じなんで、うん、行ってみましょう。はい、行ってきまーす。有料です。行ってらっしゃい。めっちゃ綺麗じゃないですか。やばい、新築の匂いです。100度、100度近いです。え？温度計書いてあるんですけど。やば、100何十度。めっちゃ暑いです。ちょっと汗かくまで時間かかっちゃうタイプ。あれだから、ドライサウナだから、違う違う、自分が体質がここ貸切温泉がそう6個あるさっきお母さんが言ってくださったんですけど、うん、だから家族の湯っていうふうに書いてあって、うん、家族とかカップルとか仲間とかで楽しめるかなって、うんうん、結構近いですしね、うん、都内からは、うん、ではでは、エクトトシチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、バイバーイ。なんだっけ、湘南の宝石だっけ、なんだっけっていうテーマのイルミネーション。江ノ島に来ました。イエーイ。私は初です。湘南の宝石っていうイルミネーションらしいです。めっちゃ綺麗。ね。うん。綺麗です。なんかパワーポップ見ました。いらっしゃい。綺麗。ピンク混ざってる、かわいい、宝石みたいな、ね、テーマなんですけど、めっちゃ宝石って感じの、ね、やつけど、なんか卵の前に来ました。今
から食べます。わー、シラスパン、あ、シラスパン、シラスカレーパンというね、ちょっと、ね、湘南名物。シラスでーす。シナモン味。もうね、寒いんで温かいものに限ります。